4年か5年の先輩じゃないかな。それにね、うちってこの手の専門学校にしては女子の比率が多いんだよ。校舎の建て替えと同時期に女子生徒の受け入れを強化したんだって。設備も最高だよ。冷暖房完備、完全バリアフリーで、どんな人も安心して学校生活が送れます。でもさ、葵、ほんと変わったよね。顔とか昔はもっと可愛らしかったのに、なんかゴツゴツしちゃってさ。ひどっ、私ゴツゴツなんてしてないもん。あんちゃんから聞いてなかったら気づかなかったわよ。葵が帰ってくるってね。あんたね、帰ってくるなら連絡くらいよこしなさいよね。昔の私ならアックスボンバーかましてるところよ。
うん。ハバネさんならうちのクラスだよ。今日は来てないみたいだけど。ここんとこずっと休んでるんだ。体調が良くないみたいでさ。おい、山本、英語の辞書を貸してくんね。お、ちょうどいいところに。おーい、マーボー。だよ、アゲハ。なんか用か？お前と仲良くしてっと、エリちゃんのご機嫌が悪くなんだよ。あれってやっぱ、ジェラシーってやつだよな。いいからこっち来い。あ、誰これ？転校生？アゲハは見た目結構可愛いけど、中身男だから気をつけろ。なんだ？は？俺だよって。え？え？お前、青い？にや。なんで葵がここにいるんだよ。ってか転校生って。あんた驚きすぎ。そりゃ驚くって。お前こそ。本当に葵なのかよ。おかえり、葵。うんうん、熱い友情ってやつだね。会いたかったよ。あ、じゃねえよこの裏切り者。
いきなり出て行ったと思ったらろくに連絡もよこさねえで、俺やアゲハがどんな思いでいたかてめえ知ってるのか。いやいや、勝手に私を巻き添えにするな。そのくせよくものこのこと。この裏切り者め、俺は絶対許さないかんな。お前なんか嫌いだ、バーカバーカ。子供かい。こうなると思って教えてなかったんだけどね。知ってたらあいつ最初から全開であんな感じだっただろうから。あいつ最近彼女ができて調子づいてんのよ。小さい頃はおい、アゲハ待ってよとか言って私らの後にくっついてきてたのにね。大丈夫、すぐ元通りになるって。だってあいつ葵大好きっ子だもん。そう、可愛いじゃない。なんでハバネさんのこと知ってるのかなって。寮の管理人？そうなんだ。このまま来なくなるんじゃないかってみんな心配してる。あんまり学校が楽しくないみたいなんだ。私？もちろんだよ。だって楽しいじゃない、学校。そっか、そうなんだ。